こんにちは SBI 証券の鈴木でございます、えー、非常に、えー、ですね、えー、大雨だったりですね暑い日が続いたりと、えー、気候が不安定ですがぜひ気をつけていただきたいと思います七、えー、月十二日水曜日です、えー、新興株ウィークリーをお伝えしますテーマは決算発表接近情報修正期待の中古型株十銘柄ということでお伝えしたいと思います さて東京株式市場ではです、ねえー、日経平均が、えー、7月11日に6営業日ぶりの反発となりましたただ、えー、この日経平均はです、ね、6月16日、えー、取引時間中高値とです、ね、7月、えー、3日の取引中高値、まあ、本当このグラフでも青い線のです、ねえー、高,い高値2箇所。 ほぼ同じになってますけど、これがダブルトップとなってですね。しかも7月11日の終わりね時点でネックラインとなるですね6月27日安値3万2306円を下回る形になっております。チャート上はですね一旦この相場が調整局面に向かうというですねシグナルが出たということで。 えー、さらにです、ね、25日移動平均に対してもこう下回ってきているということから株価は下向きに波乱になる可能性が出てきております。ということで目先はよく注意ということになります。反面、7月3日発表の日銀短観ではです、ね、大企業、製造業の業況判断指数が7四半期ぶりに改善しております。 日本経済のファンダメンタルズは上向きに転じているというふうに考えられますそのほかですね、この国内製造業の国内回帰の動きが進んでいること、また海外投資家のです、ね、日本株に対する見方がです、ね、これまではアンダーウェイトっていうのが多かったと思うんですけど、中立程度に引き上げるところが増えているということからです、ね、投資環境自身はですね いい方向に向かっているのかなと思います。したがって、まあ日本株上昇局面の中での調整局面を迎えているのかなと、まあそんな形になっております。まあ、そうした中でですね、えー、株式市場ではですね、こう、えー、この7月下旬以降ですね、この4 6月期の決算発表が本格化していきます、えー。そこでですね。 今回の新興株ウィークリーではですねこの好業績、さらにはこの情報修正が見込めるような銘柄にこのスポットが当たりやすいんじゃないかということでそういった銘柄をスクリーニングすすべくですねあ抽出すべくですねスクリーニングを行ってみようというのが今回の趣旨になります。 こちらご参考までにです、ねえー、グロース市場で、えー、この7月4日から11日に値上がり率の大きい銘柄というふうになっております。そして今回のスクリーニング条件ですけれども、えー、こちらにもありますと東証、ね、グロース市場またスタンダード市場に上場する銘柄であること時価総額100億円以上1000億未満の銘柄ですね。 で3番目に7月7日金曜日まで20営業日でですね1営業日当たりの平均出来高が2万株超まあ平均2万株ぐらいのです、ね、出来高ができていてほしいということですね。えー、通期会社予想営業利益が増益予想になっていることそして6四半期累計の営業損益がですね前年同期比で黒字転換または増益率が10%超。 でですね、通期会社予想営業増益率が、えー、あ通期、えー、会社予想営業増益率以上になっていることですねこういったことが条件になっておりますまた直近四半期の累計の営業利益がです、ね、通期会社予想営業利益に対する進捗率9月決算の場合でしたら、えー、この50%超12月決算メガネの場合は25%超と。 というふうに設定させていただきます。注意信用取引所の規制、注意喚起銘柄、注意関機がないこういったことも条件に依頼させていただきます。 でまあ、バット声のように説明させていただ,きたい,い,ただいたんですがじゃあなんで3月期、6月期計算の銘柄を抜かしているんだというのはです、ね、ちょっと引っかかっている方いらっしゃると思うんですけれども、えー、そもそも、まあ、これから決算発表を行われる銘柄はです、ね、3月期決算銘柄が主力ですね、えー、しかし3月期決算銘柄のです、ね、発表されるのはこれから第一四半期ということになりますので2 0 2 0年 4年3月期の4、6月期というのが発表されているわけですね。第一四半期を発表しただけで、まあ、ないわけじゃないと思うんですけど情報修正を発表する銘柄というのは、まあ、いくらよくても少ない。通常はですね えー、あと第2、第3、第4四半期見てるんでもう1、2四半期様子を見てから修正するというケースが多いんじゃないかと思いますね。したがって今回のように情報修正期待という、えー、テーマでスクリーニング行くんであれば、まあ、数は多いかもしれないんですけど第3、えー、3月期決算銘柄は除いていいのかなとあともう1つあの6月期決算銘柄。 本決算を迎える銘柄ですでこの本決算を迎える銘柄というのはまた読みが難しいところであって新たにですね新たに次の年度の業績予想を出してくるわけなんですねでこれというのはですね本当会社の政策によって大きくぶれると要するにこの実際にどういうふうにですね、えー、まあ業績なりそうだというそう、まあ、それすら難しいんですけれども、えー、それに対してですね、えー、まあ ただ、かなり慎重に見ておいて下方修正は避けようとする銘柄やですねえまあ思いっきり強気に出してくる銘柄というのもありますまあそうした意味ではですねまだあまりこのその四半期の実態を伴わない方これはちょっと語弊があるかもしれないんですけど非常にですねえまあ角度が悪い状態でこの出てくるというのがあると思うんですね。このの数字がですねもう会社の判断次第ですから読みにくいと いいうのがあるかと思います、えー、そういった意味ではですねまあ6月決算の銘柄はちょっと予想しにくいということで、えー、はずあ6月決算の銘柄は予想しにくいということなんで、まあ、あえて外そうということですね。これが12月決算9月決算ですと12月決算でしたら主録が発表した時点で上半期が終わります。で9月決算の銘柄であれば第3四半期まで終わります。 えー、この年度の半分以上が消化してくることによって調子が良ければ情報修正悪ければ下方修正と素直に出てくる可能性が多いので,です、ねえーまあえー、その辺を踏まえて、えー、対応したということになります。で、えー、増益率だけじゃなくてですね彼ら、えー、の進捗率9月決算の銘柄であれば、えー、ですね、えーこの 今、決算発表の前ではですね1、3まで発表されておりますので上半期、えー、終わっているということで50%超で12月決算の銘柄で言えば、えー、第1四半期終わっている段階ですので25%超、まあ、それ以上の進捗率がある会社は、えー、情報修正に一歩近い会社ということが言えるのかなというふうに思います。まあ、このような形でスクリーニングさせていただきました でスクリーニングでですね、えー、抽出された銘柄はこちらのように、えー、なっております。えー、一番上九五二二リニューアブルジャパンですね。で七百九十五円七月十一日の株価。四半期の営業利益率この会社括弧十二ってありますので十二月決算。 まあ、決算発表は8月14日の予定。一応、現在会社の予定ですね。ずれることもあります。で、えー、8月14日の決算発表の予定の12月決算の銘柄で四半期の営業増益率ですね。終わったところまでで見ると、えー、黒字転換。 今期、会社予想増益率は155.9%高値ですが一応、黒字転換を優先ということで,ですねこの四半期増益率が会社予想増益率を上回っているというのがですねいろいろ出ております。それから、ジモティーこちら地元に根ざした掲載無料のプラットフォームを運営しております。 収益源は広告という,ふうになっておりますセキュアですね監視カメラシステム入隊管理システム AI 技術を活用して成長を図っておりますそれから網アやアですねサイバーセキュリティ製品サービスを会社開発製造販売を行っておりますブランジスターですね電子メディア事業雑誌 電子メディア事業を行っておりまして雑誌、旅色で,ですね観光需要回復を図る自治体とのタイアップが拡大しているようです。GM フィナンシャルゲートですねクレジットカードデビットカード電子マネーなどによる対面決済を行う決済端末および決済処理サービスを提供しております。AI クロスですね法人向け SM 配信サービスが主力です。えー、タスキーですね、えー。新築投資用 I T I O T レジデンスの企画開発販売を行っております。えー、タスキーで注意点が1個だけありますですね。タスキーは、えー、前四半、えーえー、第四四半期からのですね連結決算の発表になっております。したがって出てくる数字のこの企画ですね。この四半期業増益率は、えー、今期のですね。 えー、この直近四半期の連結営業利益と前年同期の単独営、えー、業利益これを単純比較したものとさせていただいております、えー、凝ったです、ね、お菓子パン作り業界最大規模の EC サイト、えー、でですね B2B を最近重視している、まあ、こちらは後でもう一回ご紹介します。 JMC ですね、3D プリンタの出力、鋳造、CT の3事業を行っております。で細かく説明させていただくのは、まあ、GMO フィナンシャルゲートと、えー、コッタですね、この2名柄、ちょっともう少しご説明させていただきます。えー、ご存知の通り、GMO フィナンシャルゲートはですね、えー、GMO ペイメントゲートへの子会社になります。 クレジットカードやデビットカード、電子マネー、ポイント、こうしたものなどによる対面型決済を行う決済端末及び決済処理サービスを提供しております。まあ、したがって、ですね決済処理の端末を販売する、まあ、イニシャルというこの事業がですね売上構成費では 7割と最も高くなりますその他システム容量として決済事業者や加盟者から月額固定で受け取るストックですねそれから決済処理数に応じた処理量としてのフィーまた決済処理金額に応じたするスプレッド、えー、こういったものがまあ収益源になっているということですね。 さすがにですね、まあ、この会社、このキャッシュレス化を、えー、ベースにですね伸びてきたんですけれども2020年、21年とですね、えー、この新型コロナの拡大等によってですね例えばこの旅行、宿泊こういったところに絡むですねお客さんのですねこの処理件数、処理金額がですね伸びないと。 いう状況になりまして、さすがに逆風がついたという風たということになります。ただし今はこの回復期ということで、5月11日に発表された今9月の上半期決算ではですね、営業利益が6.3億円と6.3億円前年度期比71%増と大幅増収増益になっております。 会社側はこれを見て今期の営業利益等をですね情報修正する展開になっております。ただあの情報修正後のですね営業利益に対して上半期の営業利益の進捗率は62%と順調でさらなる上は情報修正も可能であるというふうに見られます。 なお同社の強みはです、ねえー、この三井住友カード、Visa ワールド JAPAN と2019年共同で立ち上げた決済サービスであるこのステラなんですけれども、まあ、こちら、ですね店舗に、まあ、これ今の制度そのものなんですが店舗にクレジットカードや電子まで QR コードに対応した端末を置いてカードごとにこの決済データを フィードバックすするという形になっておりますこうした決済サービスの手数料というのがまあ通常は3%ぐらいということなんですがこれを2%に抑えることで中小事業者からの需要に応えているということですね。 でこれがまあ伸びているわけなんですがあとまあキャッシュレス化の動きというのが追い風ということで、えー、日本のキャッシュレス比率というのは経済産業省の統計で見ると、まあ、去年で36%と言われています、まあ、ようやく3分の1ところがまあ韓国とか9割中国とか8割、まあ、アメリカでも55%。 こういったところと比べるとですね未、えー、だ拡大余地は大きい、まあ、言い方を変えれば日本はキャッシュレス化で非常に出遅れているというのはよくニュースになることだと思いますこういった中でですね政府はキャッシュレス化を進めようとしていますので、まあ、そういった流れ自体がですねこの会社には追い風になるさらに次世代ですね えー、マルチ決済端末の投入ですとかですね非接触化無人対応による決 IoT 決済 IoT 決済ってなんか見慣れない言葉かもしれないですけどこのインターネットに、えー、つながるあらゆるものがつながるというのが IoT ですけれどもインターネットにつながるさまざまなものがこの決済のトリガーになっているというですね、えー まあこうしたことによってですね、えー、売上拡大を見込めるんじゃないかということであります、まあえー、決算発表日は8月9日ということなんですが高い増益率を維持できているかどうかですね、まあ、この辺りにスポットが当たるということになりそうです。あとコッタですね、えー、お菓子パン作りに必要な包装資材食材食 器具等を販売すする企業になっております、えー、商品取扱数が業界、えー、最大規模の e コマスサイトコッタを運営しております、えー、小ロット堪納機低価格での商品提供がまあ可能になるというシステムですね。で創業者の仙台社長がですね、えー、この中小規模の店舗におけるこの資材のですね、えー、デッドストックの多さに この注目をしましてです、ね、貸し用資材を全国の菓子店向けに小ロットで通信販売する事業をスタートしたというのが創業の経緯になっております、まあ、こういったことからですね全国の菓子店料理教室などプロから個人まで幅広いお客さんを抱えているというのが特徴、まあ、B2C がおよそ 38.5B2B が36.9%という。 比率になっているようですでコッターですね、この物販にとどまらずですね、季節に合わせたレシピやですね、えー、器具、雑学などのコンテンツ提供をですね、えー、展開しております、えー。このためですね、この菓子製パン業界最大のプラットフォームとしてですね、えーまあ、重宝されているという面も持っているようです。えー、ブロガーですとか インスタグラーマーがです、ね、コッタのパートナーやアンバサダーとして活躍している現状で,です、ね、お菓子パン作り界隈では一種のステータス的な存在になっているという銘柄になっておりますちなみに株主優待も実施しておりまして100株保有でコッタの15%オフクーポン3年以上保有すると25%オフクーポン こういったものが贈呈されるそんな仕組みになっております。さて、まあ業績面なんですが、巣ごもり需要が追い風になり、2029、2020年9月期にですね、ここに丸っており、右から3番目、えー、ところですね。えー、みあ右から4番目のところで、えー、ここでポンと売上が伸びまして、えー、売上と認知度が確認しました。 ただ、22年9月期は若干反動となっておりますす、えー、ただですね売上げの棒グラフは、えー、少し下がり始めているんですが利益は堅調に上がっているこの背景はですね顧客単価の高い B2B 事業を再優先する経営戦略に切り替えたことが、えー、プラスになっているようです。 平均単価はですね、B2B ですと1万2千0 0円 B2C ですと6千円ということになっております。えー、販売単価が上がるとですね、まあ、運賃コストや人件費が節減できる要は、えーまあ、物流コストというのはですね、多く運んでも少なく運んでもですね、手間は変わらない。 ところが、まあ、料金は同じだったりするわけですね。一回で二倍運べた方が良かったりするわけですね。したがって、まあ、売上単価の上昇というのはですね。えー、結果的に、物流コストを低く抑えられる。ということにつながるということですね。えー、中間決算の段階では、営業利益がこの六億円ということで。前年同期比四十六パーセント増と。第二四半期累計では、過去最高を更新しました。 営業利益の通期目標をそこでで六点二億円から七点八億円に上昇しています。え情報修正してますけれども、今後もこの利益の積み増しが可能ではないかというふうに期待されます。え第三四半期の決算発表予定日は八月十四日月曜日となっております。え本日はですね、えー、決算発表を控えてい情報修正期待の中古型株 10銘柄についてお伝えさせていただきました、えー、非常に暑い日が続いておりまた地域によってはですね、えー、雨などが引き続き注意な状態になっておりますのでぜひ天候の変動には気をつけていただきたいと思います本日は以上で終了させていただきますご清聴ありがとうございました